クレイブ、気をつけるのよ。奴らついに作り出しやがったな。なんとかせんと。グレイブ、破壊して、外にだけは出しちゃダメ。おう、認めてやる。お前がここまで来られるとは思わなかったぜ。
うん、でもわしらが待ち伏せていたとは知らなかっただろうな。当たり前だ。グレイブ、ここが貴様の墓場さ。はあ、俺にやらせてくれ。こいつにはまだ用があるんだ。だろ、グレイブ。私の分も残してね。おいおい、落ち着けって。ちゃんと回すからよ。飛行船を用意しろ。ドクター、グレイブの怪我がひどいわ。香港に到着したらすぐにでも血液の交換をお願い。ああ、そうだな。準備はしておく。今は安全に脱出することだけを考えるんだ。クォーツ、ノーマンズゲートでも映像は持ってるの？新しいシードコアだった？そうなの。やつらが何を企んでるのか調べてみなきゃ。一つだけは確かだな。スカムランドに置くために持ってきたわけではないということだ。スカムランドが一つで十分なはず。これは第二のシードコアに間違いない。おそらく第二のシードコアは香港かクアラルンプール、もしくはシンガポールに行くと思うの。ボスたちがみんなパーティーにいたからね。私もそう思うわ。ボス全員が勢ぞろしてるのは珍しい。きっと何かを企んでるに違いないわ。そうね、それについてもっと調べてみましょう。撃て。責任を取る。